いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今回、使っていくお酒なんですけれども、ウイスキーを使っていきたいと思います。銘柄はね、特別指定はありませんので、自分の好きなウイスキーを使っていただいていいんじゃないかなと思います。個人的にはね、スコッチウイスキーがいいんじゃないかなと思いますけれどもね。で、ここにね、もう一つお酒を加えていくんですけれども、リキュールからですね、ピーチリキュールを、加えていきたいと思います。桃のね、香り、味わいがするね、とても美味しいお酒ですけれども、こちらを加えていきたいと思います。で、次に、この2つウイスキーと、ピーチリキュールが掛け合わさったところに、ソーダ、炭酸をフルアップして、軽く混ぜていきます。で、最後に、そこにレモンスライスを飾れば完成になります。はい。とてもね、飲みやすくて美味しいカクテルが出来上がりますので、ぜひぜひ興味がある方は作ってみられてはいかがかなと思います。はい、で今回、作るカクテルはウイスキー&ピーチソーダになります。作り方もね、そんなに難しくありませんので、ぜひぜひ見て、ちょっと挑戦していただけたらと思います。それでは、本日も作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。今回使っていく材料がこちらになります。じゃん。はい、ウイスキーになります。今回はね、このシーバスリーガルの18年を使っていきたいと思います。ですけどね、先ほど言いました通り、ウイスキーのね、指定はありませんので、自分の好きなウイスキーを使っていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、こちらをね、ベースにしていきますね。よいしょ。で、合わせていく材料なんですけれども、こちらですね。じゃん。はい、ピーチリキュールになります。はい、フルーティーでとても美味しい人気のあるリキュールですけれども、こちらを加えていきたいと思います。で、このね、2つの材料を掛け合わせたところで、こちらじゃじゃん、ソーダでフルアップしていきます。で、まあ、あとはね、飾り、こちらのね、レモンの飾りを入れて、軽くステアして完成になります。はい、作り方もね、結構シンプルで、簡単かなと思いますので、ぜひぜひ挑戦していただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、でグラスはこのロンググラスを使っていきたいと思います。はい、では早速作っていきたいと思います。ではまずグラス、氷をグラスに入れていきたいと思います。こんな感じで入れていきました。よいしょ。はい、ではまず、ウイスキーを入れていきたいと思います。こちらね、ウイスキー 45ml 入れていきたいと思います。よいしょ。45ml、 よいしょ。はい、45ml 入れていきます。で、次こちらね、ピーチリキュール、こちらを 10ml 入れていきます。でもしね、ちょっとこうピーチの香りを強くしたい場合は 15ml ぐらい入れてもいいんじゃないかなと個人的には思ってますけれども、今回はレシピ通り 10ml 入れていきたいと思います。 10ml ですね。で、こちらね、一旦ここで軽くステアしていきたいと思います。最後に、ね、ソーダを加えますんでね、ここで混ぜておいた方が、ソーダを混ぜるときにこうガチャガチャガチャっとしなくて済むようにね。で、ちょっと氷が沈むので、1個ぐらいね、足しておきたいと思います。よいしょ。で、こちらソーダを加えていきます。ソーダは、分量では 90ml っていうふうになってますけれども、まあ、フルアップする感じでいいんじゃないかなと思います。まあ、要は満たしていただけたらいいんじゃないかなと思います。では、いつも言ってますけどね、氷に当たらないようにゆっくり注いでいただきたいと思います。このぐらいかな。で、あとは軽く炭酸壊れないように混ぜるだけですね。
混ぜ終わりましたら、よいしょ、こうね、下からすくい上げるように混ぜていただくと、より混ざりやすいかなと思います。よいしょ。で、最後に、このレモンスライス、ね、レモンスライスを落とせば、よいしょ、完成になります。よいしょ。じゃじゃん。ちょっと見えにくいかな。下切れる。よいしょ。はい。大丈夫かな？よし。はい、でこちらでウイスキー&ピーチソーダの完成になります。あのウイスキーとですね、この炭酸でこうハイボールっていうのがとても人気がありますけれども、そこにこうピーチの、リキュールを足すことで、桃の、ね、味わい香りを少し足して、より飲みやすくしているような、まあ、感じで飲んでいただけるんじゃないかなと思います。はい、例えばこのピーチを、ね、ちょっと他のものに変えたりするとまた応用もできるかなと思いますので、ぜひぜひこの、まあ、バリエーションの、ね、レシピを覚えていただけたら、いろいろ幅が広がっていいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ試しに作っていただけたらいいんじゃないかなと思います。それでは本日はこの辺で終了したいと思います。明日またカクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。